私はトルコのイスタンブールで夫と息子と住んでいます。夫が仕事で日本に来ている時に出会い、結婚しトルコに移住しました。結婚の決め手になったのは、トルコ人のほぼ 99% と言っていいほど子供が大好きなこと。私は結婚と子育ては切り離して考えることができなかったので、結婚前にトルコに行った時、ここなら住めると確信しました。イスラム教が主な宗教ですが、信仰のスタイルは様々。外国からの移民もたくさんいます。違いを認め、それぞれの生活スタイルを尊重しながら生きているから、女性一人でも外出できます。日本と変わらないぐらい何でもあり、不自由なことはありません。息子が3歳になる頃から兄弟が欲しく、赤ちゃんがどこから来るの?から始まり、寝る前はいつ来るかわからない赤ちゃんの話をよくしていました。オレンジのメルジメッキというトルコ名のレンズ豆が料理によく使われるのですが、息子に赤ちゃんが欲しいと思ってる女の人の口に天国からメルジメッキが落ちてくるんだよ、お腹の中で芽が出た時赤ちゃんになるんだよ、とこんな作り話をしていました。いつの間にか息子の中で名前がメルちゃんになり、メルちゃんいつ来るかな、いつ来るかな、と2年近く体温、排卵日、かなりまめにチェックしながら待っていました。主人と休みが合わないので検診もほぼ息子と一緒に行き、一回流産をした時は、メルちゃんきっとまた落ちてくるよね、と痛みを分かち合ってくれたのも4歳の彼でした。一冬越して検査薬にしっかりと赤い線を見た時、主人よりも先に息子に、やったよ、メルちゃん来たよ、と報告しました。しかし喜んだのもつかの間、第2子は第1子よりもつわりがかなりひどく、5ヶ月の間下痢が止まらず、その上息子の保育園に車での送り迎え、仕事もあったので早く過ぎてくれることを祈るばかりでした。日本のようにコンビニやスーパーで買ってすぐ食べられるものがトルコにはなく、また外食も油抜きのものは買えぬと言っていいほどで、茹でただけのスパゲッティにチーズだけ乗っけてよく食べていました。6ヶ月目に日本に一時帰国したら、ピタッとつわりが収まり、久しぶりに作らなくてもさっと買って食べられる日本食にがっついてしまいました。マイナス4キロからのスタートでしたが、臨月の頃にはしっかり13キロも太っていました。私の仕事は土曜日だけでしたが、引き継ぎなどのスケジュールがびっちりで、36週までどうしても続けたかった私は、1時間半の道のりを下っ腹を支えるようにして通いました。帯同もすごく激しい子だったので、少し歩くと膀胱が痛くて休んではまた歩きの繰り返し、残業になった日は1時間半、タクシーのおじさんに断って後ろで横になりながら帰ってきたのを覚えています。トルコでは医師の都合で帝王切開にされることも多いと聞いていたので、自然分娩をやってくれる医師を探すのが一番大変だったと思います。今回選んだ病院は出産費用も手頃な私立病院で、私の先生は日本人嫁の赤ちゃんを4人も取り上げていたので安心して通っていました。しかし34週で行った検診で、再来週で私はこの病院を辞めるのと聞き、かなりパニックになりました。先生は自分の診療所を開くので、そちらで診察できること、それから近くの病院で出産入院の手続きを取ってくれればそこに駆けつけると話しました。予定日の2週間前の夜に友達に陣痛時計のアプリを教えてもらい、ちょっとお腹が張ってるから測ってみるかと試してみたら、だんだん規則的になってびっくりして、10分ぐらいで主人を起こして準備し、息子も車に乗せて病院へ向かいました。夜中で先生が来てくれるかが一番心配でしたが、予想に反して私たちより早く到着していました。病院について助産師さんに子宮口の開き具合をチェックしてもらって、4センチ開いていました。チェックしてくれた助産師さんが高校生のように若くて、出産ごっこをしているようで少し心配でした。
4時から7時まで入院する個室の部屋で3人で待機をしていました。主人にはマッサージをしてもらったり、ヨガを習っていたので呼吸法を思い出したり、7時の時点でまだ6分間隔で6センチしか開いていないのに、赤ちゃんの頭が出そうだったのか、分娩室に行きましょう、と先生は言いました。息子の出産の時は立ち会ってもらっていたのですが、今回は分娩室で一人、いきなり怖くなりました。しかし分娩室に入ると、先生、助産師さん、お掃除のおばちゃんの3人が、みんなが最終トラックに入ってきたランナーのように、ボサボサの私を、それはそれは、大きな声で応援してくれました。頑張ったね。あなたは最高だよ。綺麗だよ。もう生まれるからね。破水をし、切開をして陣痛が来るたびに、大きな大きな声援を送ってくれます。お掃除のおばちゃんの手をギュッと握らせてもらって、3回目の陣痛で。よし、テープを切ろう。えいや。赤ちゃんの元気な声が聞こえました。きっとその声援は私だけではなく彼女にも送っていたことを後から思いました。赤ちゃんを見ると頭は小さかったのですが、生まれたての息子にうり二つでびっくり。お兄ちゃんも待ってるよ。綺麗にしたら会えるよ。生まれてきてくれてありがとう、の気持ちでいっぱいでした。トルコの自然分娩ではほとんど一泊入院です。そのため出産よりも大変な産後が待っています。病院食は油たっぷり。その後の義母の料理ももちろん油が多く、5日目でまた下痢が復活しました。産後2週目からは仕方なく台所に立って自炊の日々。そして入院したその日から親戚や友人がお祝いに駆けつけます。ソファーに横になりながらですが応対します。お客さんが毎日頻繁に出入りするので、ゆっくり寝る暇を作れません。でも、赤ちゃん、子供が大好きな人々の国。お役所や銀行などでの用事は、赤ちゃんと一緒だとスムーズに進みます。産後すぐ始まる子育ては、出産同様、マラソンを走っているようなものです。やっぱり休息が取れないこと、自由時間がないこと、また、子育てに対する価値観の違いで夫婦が衝突すること。でもそんな時間の中、リズムを取り直しながら走り続けていくこと、その結果自分を成長させてもらえること。主人も私も成長しているので、喧嘩もぐっと少なくなりました。私と息子が赤ちゃんを欲しいという気持ちが大きく、どっしりとしていたせいか、娘もぐずらず穏やかで安心してくれています。いつもお腹の外で声をかけてくれていたお兄ちゃん、彼が近くにいることもきっと彼女を安心させているのだと思います。